すれば怪力士に取りこぼすわけにはいきません。右の四つすぐにがっぷり引きつけ合い、両者まだ回しを切るという動きはありません。力相撲でいく、回しを切りに行くか。魁聖左が切れて右の下手を切ろうという動きか。魁聖の上手が切れてどうか。栃ノ心は左上手十分、寄り切りました。栃ノ心の勝ち。栃ノ心6勝4敗でカド番脱出に向けて残り5日間。魁聖4勝6敗。右四つがっぷり、過去の両者の対戦通りの力相撲になった中で魁聖の上手が先に切れてしまいました。今日向正面元小結旭豊立浪親方です。立浪さん、はい、がっぷりになった後魁聖の上手は切れたのか、栃ノ心が切ったんでしょうか。いや、一度、まあ、離したというか切りに行ったわけではないんですが、離してしまいまして、そこでもうやはりぐっと引きつけてしまいましたよね、栃ノ心の方が。あ、そうだったんですね。まずやや伸びた上手で、この後また体が入れ替わったところで魁聖の上手が一度離れる場面が出てきます。そうですか、 この辺りで、はいはい、一度もう離したんですけれど、もう一回ここですね。なるほど、この後取り直すんですか。取り直したんですが、もうその時にはぐっと左上手をね、栃ノ心が引きつけてしまいましたので、はいはい、ここで最後は下手も引きつけによって切れて、栃ノ心がこれで6勝目6勝4敗。さあ、カド番脱出まであと2番という中で、明日横綱鶴竜戦、明日鶴竜戦含めて